マン初めてのドライバー、サイノさん、はい、明けましておめでとうございます。おめでとうございます。どうですか今年私の優勝イヤーですよということで、まあ、ドライバーの入門からそうですね行きたいなと、はい、もうでもいろいろやってきてるんで、はい、もうドライバーさえ、うん、あとはしっかり学べば、うん、もうこれもコースに行って、うん、今度はどん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 こうコンペに出たり、あ、見えてきた優勝見えてきた、ね、今見えてきたこれフェイスの大きさって、はい、7番アイアンより大きくないですか？ちょっと大きいです。あら、ヘッドが大きいんで当たりやすいのは当たりやすいかもしれないね。でもやっぱりここに当てなきゃいけないっていう、うん、だから逆に言えば小さい方が芯に当たりやすい可能性はあるね。でもどっかには当たるからとりあえず前進はするボールが、うん、まあ、そうそうですね最大飛距離をでも得たいんだったらこの当たりだよっていうね。あ、いやでも私いけそうな気がするんですよね。本当ですか？はい。あ、これあれだ、ん、私が急に、はいはい、あ、そう打てって言われた時の、そうそうそうです、そうです。これ懐かしいですね。懐かしい、あの時が今握った瞬間にパッと蘇りました。もういい、あのスイングは蘇らず思い出さなくていいあのスイングじゃなくていいですか？おお、おお、なんかうまくいきそうな気はするんだけど、もうちょっとこうパーンと高く遠くまで飛ばしたいです、うん、じゃあやっぱりこうドライバーとアイアン、はい、ちょっと違いを少しつけないとうまく当たらないかもしれないね。おお、すごってな感じ。僕最初思ったのが、はい、やっぱもちろんドライバーを打ったことないから、はい、どのぐらいのティーの高さにすればいいかっていうのを分かってなかったじゃないですか、はいはい、でかなり低かったですよ、はい、一番フェースの上側、はいはい、ここよりもボールが半分ぐらい出とかなきゃいけないです。あのすごく低くすごく高くとか なりすぎなければ、はい、この辺り、ほう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 、こういうのが最近はね、はい、つけてるね、親切だよね。だからね、どこまで刺せばいいのみたいな。なるほど。まずここね、はい、ここを押さえておかなきゃいけない、うん、ちょっと一回構えてもらっていいですか？ちょっとこっち来ていいです？え、左足、左足もっとこっちですか？そう、もう黄色のスティックの近くに持ってきていいです、はい、そうなんだ。で、そして7番アイアンの今スタンスの幅ぐらいじゃないですか、肩幅、はい、うん、それをすごく大きく一歩、まあ、大きく、うん、それぐらい広げて、それをすることによって、はい、まあ、中心がここに来たでしょ、はい、上がり際でボールを捉えるっていうのが大切だ。下がり際で当たっちゃうと、はい、これって上がらないよね。上がり際だったらボールは上に飛んできますね、はい、そういうことですか？そこをうまく使うためにこのスタンスが、はあ、まあ、変わってくる。スタンスが右足が広がって、そして7番アイアンと同じように振ってあげる、うん、っていう感覚なんですね。そういう感覚でいい。広げれば広げるほど右から見てる角度は強くなる、はいはい、いろんな番手を、はい、これどんどん使いこなさなきゃいけない。だからそういうボールを見てる角度とかっていうのがちょっとずつ変わってくることも意識しながら練習しなきゃいけないっていうことね。それだけですか？それだけ。え、まあ、それでうまくいかなかったらもう一個足すから。お薬と一緒でね、たくさんこう処方してもらって、うん、はい、どれが効いたかが分からなかったら意味がないじゃん、はい、あんまりこう詰め込みすぎて、うん、これとこれとこれを一気にやんなきゃいけないってなった時にもしかしたらそんなにいらないかもしれない。あ、意識しなきゃいけないことが、うん、そう、スタンスの幅、右から見てる角度が強くなる、もうその2つ。惜しい、惜しい、うん、OK? OK, OK 上がんないですね。大丈夫大丈夫、もう一回、一つだけ変えていい？はい、
ボールの位置を7番アイアンと同じところにしてください。それで、はい、まあ、ドライバーのスタンスの幅ぐらいにして、あ、それいいですね。でもそうなったからって言って右から見ることをやめないで、うん、おお。おお。すごい上がりましたよ、ね、え、スタンスどういうこと。綺麗に回ってんだけど小西さんとか、なんかちょっと右にずっと残りすぎてるタイプ。あ、だからボールにちょっと届いてない、上がり際じゃなくて上がりすぎて空中すごく上に上がった時にボール当たってるみたいな、ね、だから7番アイアンと同じ位置に左足持ってきたらちょうどボールヒットするんじゃないかなと思ったの、それだけ。え、じゃあ、まあ人によって違う、人によって違う、あのやっぱりスイングの癖って変わるじゃないですか、一人一人、はい、まあ、僕らインストラクターとかが見て、まあ、判断してこう、ね、ちょっとずつこう変えていくっていう。おー、やっぱりそこだね、ボールポジションはね。あー、うん、なるほど、うん、お、お、だから、まあ、いつも言いますけど、うん、指示が的確なのか、うんうん、私がすごいのかっていう。いやいや、ちょっと待って待って、あー、ウエストもねじれるわこれは。できたじゃん。お、違ったじゃん。最後までご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録はこちら。そして YouTube、Instagram、Facebook での皆さんからのいいねお待ちしています。優勝目指して頑張ります。